本日のメインイベント WWF 世界ヘビー級選手権試合を行います。挑戦者天竜源一郎入場です。WWF 世界ヘビー級選手権試合60分3本勝負。青コーナー挑戦者266番の天竜源一郎、赤コーナー WWF 世界ヘビー級チャンピオン240番のリック・フレア。過去両選手の対戦は長野さん2勝2敗なんですね。これね、そうですね、で前回3本勝負で、はい、天竜が勝ってるんですね、はい、いずれもパワーボムで、ただあの時はフレアベルト持ってませんでしたから、ベルトを持った時のフレアが今日どういう風に戦ってくるか、ここが問題ですね。そうですね、ビッグフレア天竜源一郎ともに、これ偶然なんでしょうが1950年生まれの同い年なんですね。そうですね、はい、リックフレア出ましたね、これが、これにイライラしちゃうとちょっと天竜もまずいんですけどもね。そうですね、あくまで冷静に試合を進めてもらいたい天竜源一郎。飛行士とも呼ばれますリック・フレア、いつもはフレアがコーナーを背にして戦うんですが、今天竜が誘いましたけど乗りませんでしたね、ドロップから投げます天竜。攻めますリック・フレア、意外と正攻法ですね。そうですね、もっとずらしてくるかと思ったんですが、とにかくこのリック・フレアというのは
どんなことをしてでも防衛するというようなタイプですからね。反則負けでも何でもいいからという感じですからね。そうですね。でその上技の種類は大して多い方じゃないんですけども、はい、的確に決めてくるんですよね。一瞬のうちに流れを変えるのがうまいですから、はい、もう省エネ殺法といいますか、で知らず知らずに相手を自分のペースに引き込んでしまうと。そうですね、まあ、それで NWA のベルトを7回も巻いたんですからね、この人はね。そうですね、毎日毎日防衛戦やってるわけですからね。なんかベルトを取ったばかりで、はい、波に乗ってる感じしますね、フレア。そうですか、おっと逆水平リック・フレア。今度は天竜の水平、おっとこの人を食ったようなボクサースタイルを見せましたリック・フレア。まだしかしお互い様子を見ているという感じです。何か真っ向から行って気持ちいいですね、見つけてね。天竜の左の腕を先ほどから執拗に攻めますリック・フレア。いや、フレアがこんな積極的に出てくるとちょっと予想しなかったですね。そうですか、もっとじらしてじらして5分ぐらいじらしまくるんじゃないかと思ったんですけども、まあ、前回ベルトを落としてきまして、はい、天竜にベルトのないフレアなんか勝ちがないって言われましたから、あもう逆にじゃあベルト持った俺はどうだと言いたいんじゃないかなと思いますね。そうですかね。そのフレアの必要な左腕の攻めにちょっと苦しんでいます天竜源一郎。おっとこの逆水平ちょっと応えている天竜源一郎。円錐切りようやく出ました、天竜の円錐切り。あっとラリアットは空振り。この辺りしかしフレアもなかなか俊敏な動きを見せています。フレアも水平チョップには自信あるんですよね、この人ね。そうですね、ようやくラリアット決まった。逆水平天竜チョップ炸裂しています。出ましたね、この受け身がね。リング下に逃げましたリック・フレア。ダメージを受けてるはずなんですけども、うん、うまくカムフラージュしちゃうんですね。そうですね、胸は真っ赤ですよ。ああそうですかね、ああそうですね、真っ赤になっています。リック・フレア第21代 WWF 世界ヘビー級チャンピオンのリック・フレアです。天竜源一郎そのタイトルに挑戦しています。執拗に左の腕を攻められています天竜源一郎。ちょうどフレアは天竜のアメリカ修行時代知ってますからね、その頃もフレアトップスターで、まあ、天竜に言わせると結構面倒見てもらったと。フレアはもう天竜の性格を知ってるから、試合はうまく俺がコントロールしてしまうんだと、あいつの性格を逆用すればいいと言ってます。で天竜の方は逆にそのフレアの、はい、あの上っ面だけじゃない凄さを身をもって知ってますから、決して舐めてはかかりませんからね。そうでしょうね、その辺りの駆け引きがどうなっていくかなんですね。とにかくうまさと強さを兼ね備えたリック・フレア。
このコーナーを使った時のフレアがまた結構必要なんですね。今のパンチもすごかったですね。結構額に強烈に決まっています。かなり額が強烈に打たれています。天龍源一郎、天龍やり返せというような声も場内から飛んでいます。ややフレアのペースになっている。強烈なストンピング、こうやって小さい技を積み重ねてくるっていうのも嫌でしょうね、やられる方はね。さりクレアどうする。ニードロップですね。ニードロップですね。額に、このカウントは2で返しました。抑え込み方一つにしてもね、もうがっちりきますね。そうですね。もう一回鼻っ柱をに決めてますね。額じゃなくて鼻っ柱ですか。パンチングです。そうですね、鼻から口にかけて、また抑え込む。カウント2。じわじわとフレアのペースになってしまいましたね。そうでしたね。さあどうだ、天竜2で返した。ここは天竜なんとか自分のペースに引きずり戻さなければいけませんが、水平2発、天竜もようやく返しました。天竜もようやく返していく。3発、うまい、この辺りはうまい。リックフレアスリーパーに決めています。やはりフレアのペースですね。全く天竜にペースにつかませませんね。すぐ自分のペースに引き込みますからね。はい、かなり強烈なスリーパーホールド。こうなってくるとフレアを崩すのが難しくなってきちゃうんですよね。レフィアン、そのまま抑え込んだ。カウント2。結構スタミナ奪われてるかもしれないですね。はい、10分経過。また鼻っ柱にパンチです。強烈です。ラインスリーパーホールドのような格好で首から顎を締め上げます。リックフレア、天竜なんとか反撃の糸口をつかみたい。ラリアット狙ったんですけどね、逆にやられましたね。まさに完全にリックフレアのペースです。ちょっと場内がやや静かになってしまいました。横浜アリーナ、ようやくラリアット、ここから何とかしなければいけない。天竜源一郎、もう強引に自分の方に引き込まなきゃダメですね。はい、しかしうまく逃げます。場外行きましたね。うまいですね。マットに戻ってきました。リックフレア、ただなんですけどね。さてこのコーナーにいるリックフレア、何を考えているか、何を考えているか。天竜、
フロントキックが待っていた。ビッグフレア、うん、強烈な逆水平、完全にフレアのペースです。おっと、ようやく出た天竜の逆水平5連発。しかし水平打ちのやり目ならば負けないというビッグフレアですが、ここは天竜が怒った。コーナーに飛ばして待っているのはビッグフレアの両足が待っていた。やはり一つ一つにフレアの方にゆとりがありますね。そうですね、ここは天竜も浮き上がった。ようやく投げました天竜源一郎。円錐切り、うまい、パワーボムをブロックして、そしてこれはうまいですね。これはうまいですね。こっから畳み込んでくれると、うまく体を預けてビッグフレアのバランスを崩しました。さあ天竜源一郎、後勢に転じることができるかどうか。さあ出るか、パワーボムが出るか、パワーボムはちょっと弱いか、どうだ、カウントは、あ、カウント3、カウント3、もう強引に抑え込む形でしたね今ね。そうですね、ちょっと弱いかなと思われたんですが、見事に3カウントを取りました。天竜のパワーボムっていうのは抑え込みに、うん、比重を結構置いてますから、はは、下手に動くと首が決まっちゃうんですね。もう体重をうまく浴びせた形でしたね今のはね。パワーボムから1本目を奪いました天竜源一郎。さてフレアがかなり効いているように見せていますが、果たしてどうなのか。2本目からの作戦が見ものですね、フレアのね。1本取られたことでどう変わってくるか、さあ天竜のセコンドにはアシュラ・ハラがいるわけなんですかね。そうですね、アシュラ・ハラとどんな話をしたんでしょうか。さてまだ後頭部を抑えているビッグフレア、場内が俄然騒がしくなってまいりました。天竜コールも巻き起こった横浜アリーナ。 WWF 認定世界ヘビー級選手権試合、挑戦者の天竜源一郎1本目を奪っています。3本勝負です。あと1つフォールかギブアップですね、それ以外の勝ち方はいけないですね。そうなんですね、いきなりなんか締め技いきましたね。いきましたね、かなり強烈に締め上げています。落とせゴールが起こっている横浜アリーナ。ビッグフレア耐えています。ロープに逃れることができるか、ビッグフレア。ロープに逃れました。ロープブレイクを命じます海のレフェリー。天竜の方が近く行くようになりましたね。そんな感じですね。変に距離を取るよりこうやってくっついていったのがいいと思いますね。あようやくブレイクしました天竜。逆水平、天竜チョップ炸裂しています。もう一発、ビッグフレアどうする。逆水平で返す、エルボーです。チョップの打ち合いなら絶対負けたくない天竜源一郎。もっと天竜仕上げた、あっとサミングですね、珍しいですね。この天竜がアーッと仕上げてる隙にほんのわずかな隙をついてきました。ビッグフレア
潰し。この辺がフレアなんですね。一瞬の隙も見せることはできません。その隙をついてきましたリック・フレア。まだ目を押さえている天竜源一郎。さあリック・フレアが天竜を抱え上げようという体勢か。抱え上げた、高々と抱え上げて豪快なブレーンバスター。そのまま抑え込む。カウントは2で返しました天竜源一郎。1本目は天竜が取っていますが、またフレアのペースになりつつあります。60分3本勝負。今度はバックドロップ高角度からいきます。後頭部を打っています。天竜源一郎片指で決められた。カウントは2で返した。フレアも勝負出てますね。出てますね。大技を重ねてきてますからね、さてフレア今度はどうする。ん、ダブルアームに決めた。さてここからどうする。ダブルアームスープレックス。今度はどうだ。カウント2で返した。天竜意外なのは足殺しに出てきませんね今日のフレアね。そういえばそうですね。足4の字固めは温存してんですかねまだね。そんな感じもありますね。またですね一瞬の隙をついて目つぶしを見せましたリック・フレア。タイミングを見計らうのが非常にうまいチャンピオンのリック・フレア。チャレンジャー天竜源一郎。今度はニークラッシャーの体勢だ。なんと後方に投げ捨てました。ニークラッシャーと見せかけたバックドロップですね。そうですね。これは効いたかも分かりません。受け身が取れなかったか。天竜カウントだ。あ返した返した。もう一回抑え込む。返します。天竜懸命に返します。いや必要に抑えますね。首と足を固めてますから、これ跳ねるの大変ですね。カモンカウントカモンカウントカモンカウントと言っているビッグフレア。あこれは今カウント3ではないかと言っています。逆水平を一発見せましたが平然とした表情のリックフレア。コーナーに追い詰めて天竜に逆水平一発。激しいチョップの応酬になっています。あーっと強烈。またパンチを一発見舞いました。もう一発。これが有効弾になってますね。かなり有効です。天竜逆に飛ばした。抱え上げる。逆水平を一発二発見舞います。しかしリック・フレアうまく交代しながら受けています。そうですね。カニバサミうまい。これは天竜うまかった。おっとおっと逆に足殺しに行こうとした天竜を返しました。いやこれ今天竜何をしようとしたんですか。足を持ちに行こうとしたんですかね。そんな感じでしたね今ね。これは驚きました。しかしこれは天竜危ない。エルボー一発喉元に。これはあ強烈です。逆にプライド高いフレアを怒らせてしまったかもしれませんねこれね。場外にその頭だけが空中に出てる感じになりますからね今のは効くでしょう。だから狂乱の貴公子になっていく可能性もありますね。ありますね。狂乱の貴公子リックフレアだんだん目つきが鋭くなってきました。天竜の後ろに回って足を取った。ついに足に来ましたね。そんな感じですね。天竜の足を取った。さあ出るか。殿下のフォート足4の字。天竜の足殺しが誘発してしまいましたね。はい強烈に膝を落とす。左の膝を攻めていくリックフレア。
最後はストンピング、場内に歓喜を求めます。おっと出ました、かなり左の膝が応えています。足首のあたりも打っています、天竜源一郎。しかしリックフレア急いで攻めにはいきませんね。そうですね、余裕たっぷりにお客さんにもアピールしながら、その辺のフレアスタイルなんですね。さあ今度はロープに足をかけてヒップを落としていった、ストンピング、必要に左の膝を攻めるリックフレア。徹底的に痛めつけてから足4の字に行こうというんでしょうかね。どうでしょう。そうですね、まだまだ痛めつけてっていう感じですね。そして今度は、今度こそはニークラッシャーか、今度こそはニークラッシャーだ。まだ行かない、まだ行かない、足4の字に行くにはまだ早いんだよと言わんばかりに徹底的に痛めつけています。そしておっと肩逆エル固めに行きました。痛めている左の足を取って肩逆エル固めに行きまして、さらに痛めつけていく。やはり自分のフィニッシュフォールドは本当のフィニッシュに使うんだと、それがフレアなんですね。そうなんでしょうね。前回かなり天竜に足4の字耐えられたことありましたからね、はい、今回一発で仕留めてやろうと。そうですね、あの時4分ぐらい耐えたんですかね、4分か5分ぐらいすごい耐えましたよね。すごかったですね、そのぐらい耐えてましたもんね。さあついにいった、ついにいくか、足4の字固め、ディアフォーレグロック、足をのじ固め、天竜が左の足を押さえているが、これが入れば決まります、これが入れば決まります。入った、入りました。懸命に足を外そうという天竜源一郎、10分経過、倒しかける天竜源一郎。入りました、これはもう完全に入った、ディアフォーレグロックの体勢、足音の体勢。ここでギブアップするか耐えるか、この選択が難しいところですね。そういうことになりますね。3本目を考えるか、あくまでもこれを返してストレートを狙うか、はい、天竜を与えている、天竜を与えています。その痛めている左の膝を目がけてまたパンチを下ろします、ビッグフレア。がっちり決まりました、足4の字。これはちょっと天竜ちょっとギブアップしたのがいいですね。そうかもしれませんね。60分3本勝負、今カウントを1つ海のレフェリーが取りましたが、前回も最後は3カウントだったんじゃないですか。そうなんです、ああ3カウント、足4の字から最後は3カウント。実はこの4の字からの3カウントでベルトを取り返してるんですね、サベージから。ああそうなんですか。ディックフレア、これで1対1になりました。サベージからタイトルを取ったのは9月の1日でしたかね。そうですね、ペンシルバニアのハーシーです。はい、この時も4の字でサーベージギブアップしなかったんですけども、そのままカウント3入ってしまったんですね、はい、ちょっとダメージが深いかもしれないですね、これね。60分3本勝負、1本ずつを取りました。あ、アシュラハラがいきますね。アシュラハラも今日病院に外出許可をもらって、で駆けつけて、そうですね、また今日これから病院帰るんですけども、もう一日も早く復帰したいと言ってました。はい、で今日も本当は客席で見てるはずだったんですが、源ちゃんのセコンドに着くんだということで。ははそうですか。龍源4のアシュラハラも見つめています。天竜源一郎まだ立てない、天竜が立てません。カモンカモンというリックフレア、
決勝の3本目、1本目はパワーボムからカウント3、天竜源一郎、2本目は足4の字からカウント3、ビッグフレア、1対1、3本目、60分3本勝負。WWF 認定の世界ヘビー級の選手権試合です。チャンピオンのリック・フレアに挑戦する天竜源一郎、ようやく立ち上がりました。天竜フレアも意外に慎重ですね。そうですね、一日にしましたけども、決勝の3本目、カニバサミですか。またうまく足を取るもんですね。そうですね、いやー、こうやってまた執拗に攻めてくるんでしょうか、リック・フレア。あ、フェイスロックも合わせて決めています。そうですね、はい、今日のフレアはサミングとかね、はい、使いますけども、全体的に見れば正攻法ですからね。はい、まあ、パワーボムで1本目取りましたが、全体的にペースは、そしてこのリック・フレアが握ってる感じですもんね。そうですね、それを強引に引き裂いて1本取ったっていう感じですからね。はい、この体勢では天竜の方も身動きが取れません。左の足を決められて、なおかつフェイスロック、苦悶の表情の天竜源一郎。フレアも決して勝負焦ってないから、また逆につける隙がないんですよね。このまま、あるいは時間切れ引き分けでもいいわけですからね。もうコールされなきゃいいんですから、フレアは。左の膝を叩き落としました。あおーという声を上げました天竜源一郎。また執拗に攻めていくのかリック・フレア。天竜なんとか頑張ってもらいたい。ニークラッシャーの体勢か。いや違う、バックドロップ、先ほども見せましたがね。そうですね、今天竜もどっちかなと。そうなんでしょうね、受け身の判断を、ね、あーと、また行った、また行った、フィギュアフォーレグロック、足を同じ、天竜なんとか頑張れ。アキレス腱に固めてますよこれ。左の足を今度はアキレス腱のために固めている。天竜源一郎、フレアが苦しんでいる。カウント2、カウント2で起き上がったリック・フレア。天竜もこれはまだ痛いですからね。そうですね、リックは完全でないとはいえ、よく考えましたねこれね。そうですね、場内は大歓声です。これで逆にギブアップ、あるいはカウント3を奪えば天竜に WWF のタイトルが移行しますが、さあどうだ。わーっとフレアがパンチを見せます。これは我慢比べですね。しかしこんな4文字の伏線方をしたレスラーいないですよ。あ、見たことないですね。もう本当に何やるかわからない天竜、ならではなんですね。あっと、バー、今度は完全に決まってしまうか、決まってしまうか、足4文字が入った。あ、天竜今度はもうアキレス腱を取りにはいけない。カウント。フレアロープブレイクです。いや、場内が静まります。ロープブレイクです。なかなかしかし外れません。これでフレアも迂闊に足を伸じゃいけなくなりましたね。そうですか、左の足首かなり効いています。リック・フレア、リック・フレアの場合これがどの程度演技かという問題もありますが、これは間違いなく効いているでしょう。ああ、逆水平、リック・フレアの逆水平だ。もうフレアにはもう余裕はないですね。そんな感じしますね。1対1の3本目、WWF のタイトルをかけた
ャンピオンフレアとチャレンジャー天竜、ものすごいパンチだ、顔面を情けようじゃなくパンチ。さあフレアが、いや天竜が足を取った。天竜なんとか反撃できたい、できしたいところですが、相変わらずペースはフレアが握っています。フレアも困惑してますね。自分の必殺技がああいう形で返されてますからね、はい、まだまだ天竜チャンスありますね。これは、天竜もちょっと朦朧としている。ビッグフレアの左の足首を取ってアキレス腱固め。いやフレアなんかこんなアキレス腱固めなんか食ったことないでしょうからね、これは効きますね。ものすごい悲鳴を上げているビッグフレア。なんだ、サミングに行こうとしているのかフレア。カウントを取ります。海のレフィー、カウント2で起き上がった。カウント2で起き上がったリック・フレア。なんとかしたいリック・フレアです。止めつぶしに行きました。ここで下手にペースを握られると、あの反則でも何でもやってくるでしょうからね。それは怖いですね。そうですね、今度は逆にカウント2。もう破れかぶれになられちゃ困るんですよね。あ、また足音に行くか。逆に返してどうだ、ここはクレアも渾身の力を込めて返しています。ロープに飛ばした。さあどうする、天竜とクレアが揉み合っている。天竜バックを取ってノーラー逆さ抑え込みの体勢で返した。ビッグフレア返しました。ビッグフレア返しました。ここはチャンピオンの意地、激しい戦いになっている。もう一回抱えが上げて2クラッシャー、ビッグフレアの2クラッシャー。しかしフレアもかなり効いています。ここは山場になるかもしれないですね。決勝の3本目、 WWF 認定の世界ヘビー級選手権試合、1本目はパワーボムで天竜現状、2本目は足音の力からビッグフレアが取っています。決勝の3本目、さあ両者ともに起き上がった。フレアが足を蹴る、場内は天竜コール、逆水平だ、天竜の逆水平、ボディースラム。さあ天竜がトップロープで上がるが、フレアが後ろからいった。いや今の危ない落ち方でしたね。大丈夫でしょうか天竜、頭から落ちました今。ちょうど痛めてる足をすくいましたから ね、これね。そうですね、変にひねってなきゃいいんですけど、ちょっとフレアの方がゆとりを見せているという感じがあります。決勝の3本目、この辺りの一つ一つの動き、さあフレアどうする、逆水平、しかし逆水平なら天竜も返します。ヘッドロック飛ばした、ショルダーブロック、天竜がフレアを倒しました。さあ天竜、ここはチャンスなんですが、畳みかけることができるか。天竜源氏も起き上がってくる。ビッグフレア、フロントからのキック。 WWF 世界ヘビー級の第21代の王者ビッグフレアに真っ向から挑んでいる天竜源氏の、必ずこうして左の膝を蹴るんですよね。もう一歩というところまで行くんですけどね、また顔面のパンチです。さあ天竜が逆水平、10分経過故障として飛ばさせない。コーナーに飛ばした。
ですね。そうですね。肩で行きました。ショルダーで行きました。天竜源一郎。もう一回コーナーに飛ばして、ああ今度はショルダーが待っていた。ビッグフレアのショルダーが待っていました。ビッグフレアも左の足を引きずりながらのファイトになっている。場内騒然としています。横浜アリーナ。自らホープに飛んで、ビッグフレア足を取った。いや、膝の裏を行くんですね。裏に行ったんですね。取りに行ったんではありません。フレアお得意のポーズも出ています。天竜の左の膝を徹底的に攻めている。もう一回吠えました。リックフレア、リックフレアが吠えている。また左の足を取る。徹底的に攻めるリックフレアのねちっこい攻撃。またロープに乗せて、強烈に引っ張り落としていきます。ビッグフレア、盛んに吠えます。狂乱の貴公子ビッグフレア。しかし今日はまあ狂乱というよりは正攻法のビッグフレアではありますね。そうですね、この吠えてるのもなんか余裕があるんだよと無理してやってるようにも見えますからね。そういう感じもありますね。天竜が立ち上がるのを待っているというような感じさえ受けます。ビッグフレア、またその左の膝を蹴ります。ビッグフレア、フレアもちょっと落ち着いてきたようでもありますね。さてもう一回抱え上げる。いいクラッシャー。とにかく左の膝を攻め続けるビッグフレア。今のいいクラッシャーは完璧に入りましたね。はい、モンドリ打っています。天竜源一郎、そしてゆっくりゆっくりと動きますビッグフレア。場内に吠えてアピールして、そしてエプロンをただ歩いてるだけですね。これは天竜が蘇生したぞ。エンジン切り、天竜が蘇生しました。さあ蘇った天竜源一郎、ラリアット。さて場内からは天竜にビッグフレアを中に入れようとるコールが飛んでいます。これはもしリングアウトになってしまいますとタイトルは移行しません。そうなんですね。このまんま伸びたまんまでやられたらまずいんですよ。天竜気がついた、ね、天竜気がついた。リングに上げないとダメです。これビッグフレアをなんとかリングに上げようという天竜源一郎。あしかし痛めている。左の膝を抱えようというビッグフレア。カウントを続ける海のレフェリー。リングアウトになってしまえればタイトルは移行しない。したんですけど ね、 そうですね。天竜もそこまでルール考えてたんですけど、残念ながらタイトル移行はありませんでした。しかし天竜また明日へ向けて頑張ってもらいたいですね。そうですね、はい、解説は大坂さんでした。立体自治の必要により大材料はございません。